タケマチセカンドです。今日はね、このソウル駅のロッテマートで見つけたパスタチップス食べたいと思います。これね、トマト味とマッシュルームクリームパスタ。韓国で人気のあのマーケットのブラウニーの会社ですね。ここが出してるやつです。あー、さすがだ。マーケットさん、おしゃれななんかこういう箱に入ってます。なんかでも本当にスナック菓子の匂いもするけどパスタの匂いもする。じゃじゃん、こんなのです。こっちがトマトのやつで、こっちがクリームパスタの方ですね。まずね、トマトパスタの方がこれオニオンとグリーンビーン、トマト使ってるそうです。これあのインゲンだ。でこれが多分玉ねぎかな。まず玉ねぎ食べてみます。お、ドライ玉ねぎ、サクサクしてる、結構軽い。これトマトパスタ、まあ見た目はこうちょっと平打ち麺みたいな形ですけど、普通にまあスナック菓子ですね。でもトマトの味します。トマトクリームの味がします。そんなにがっつり味強くなくて、思ったよりもさらっとしたあっさりパスタですね。トマトパスタ、うん、あ、おいしい。何気に間で入ってくるこのオニオンとかインゲンのチップスが美味しい。で次、マッシュルームクリームパスタ、緑色でね、ジェノベーゼ的な感じなのかな。あー入ってる、ほらマッシュルーム、うわ本当にマッシュルームの味だ、うん、クリームパスタの方か、これが、これパスタの麺の方も、うん、本当だ。パウダーがちょっとクリームパスタっぽい味がする。クリームソース。美味しい。こっちも美味しい。あー、でも私トマトパスタの方が好きだな。まあね、パスタっぽいのはちょっとクリームパスタ、こっちの方がパスタっぽいスナックだなって感じですけど、まあ好みはトマトかな。なんかトマトっていうかトマトサルサっぽい味ですね。これでも見た目すごいさ、パッケージとかもめっちゃ可愛いし、これお土産でもらったら結構嬉しいと思いますよ。うん、お菓子自体も悪くないです。美味しい美味しい。ソウル駅でも売ってるし、多分普通にロッテマートで売ってる、最近出たね、新商品じゃないかな。まあよかったね、気になる方ぜひ買ってみてください。パスタのチップスです。以上、お土産におすすめのマーケット王のパスタチップでした。